2019-20 V1 リーグ男子は昨日開幕を迎え、今日が2試合目です。この時間は長崎県島原復興アリーナで行われる昨シーズン9位の大分三好バイスアドラー、そして昨シーズン6位の境ブレイザーズの一戦をお送りいたします。ともに昨日の開幕戦敗れて黒星スタートになった両チームの今シーズン2戦目になります。高く上がったサーブレシーブ、藤岡からマグナスを使うブロックアウト、いいですね、非常に思い切りですね。乱れたチャンスボール、後ろから来たトーレスが上げ切ることができません。トーレス、ここは少し入れてきます。ブロック、マグナスを止めた。佐川ですかね、大きなブロックになりました。佐川からトーレスが来た、繋いだ、大分三好繋ぎました、打ち切ってきた浜本、これはビッグプレーですね、この精度ですよね、これを打っていくっていう、速いサーブ、いいサーブが入った。トーレス、際どいプレーでしたが上げ切ることはできません。入れてくる、ブロック、パスを止めました。ちょっと乱れた、ブロック、連続ブロック、今度はできたです。できたことですね。藤岡、後ろから来た、最後は勝がサーブネットにかけました。第1セットは結局接戦になりましたが、酒井が逆転で第1セットを取っています。いいサーブが入る、山本が上げて後ろから来た、ここも非常に頼もしい、活躍をしてますね今日ね、千々木君が。ここはいいサーブが入った、いいですね、乱れた、いいですね、サービスエース、ね、今度は少し柔らかい球、乱れてどうだ、落ちました、落ちましたね、ブロック成功です。大分三好がここで逆転、20対19。高野、佐川から後ろから来た、トーレス、藤岡が上げてブロック、ここは完全にシャットアウト、いや綺麗でしたね。トーレスブロック、あ、これも山本が上げた、ネット上押し合い、いいバンドですね。もう一度トーレスブロック、あ、ここで松本来ました、ベテランらしくいいスパイク打ちますね。ストレート決めてきました。ここはストレートに決めました、トーレス、結局最後はトーレスの連続ポイントになりました。第2セット非常に競り合いになりましたが26対24、酒井が取ってこれで2セットアップになります。サービスエース、ここで初めて出ましたね、ようやく今シーズン初めてのサービスエースです。高野打ち切れない、あ、ここは佐川がフェイントかけてきました、松本、これもブロックワンタッチありました、その後松本がつないでトーレスが決め切る、いい形になってきました。酒井、これで酒井がマッチポイントを迎えます。
サーブですね。田尻から浜本ブロック。5ポイントですね。最後はブロックで締めました堺ブレイザーズ。開幕2戦目で今シーズン初勝利を挙げました。今シーズン初勝利です。勝因は何ですか？そうですね、今日はもうみんな、熱く、最初から最後まで戦えたことが、まあ、一番良かったんじゃないかなと思ってます。はい。